그와 얘기해 보았나? 아직 안 해봤습니다. 고대 네팔렘 영혼한텐 무슨 말을 해야 할까요? 일단 안녕하세요로 시작하면 되겠지. 私の負けです。マシューさん、やっぱり普通に強いです。これだったら生田さんや雇りさんに挑んだって勝てるんじゃないだろ。それあれ、なんか割とダウナー入ってます。将棋だけじゃなくてか、もっと全般的にっていうか、腹だって感じてないか。なんていうか、あいつらとの格の違いって。あ、ごめんなさい。私、思ったことすぐ口に出しちゃうたちで。知ってるよ。さてと。あ、やっぱり怒ってます？違うって。戦士資料室に行ってくる。河川防御陣について詳しく調べたいんだ。さすがですね。頑張ってください。格の違いか。分かっているけど諦められるかよ。絶対にいつかマシュー・テトジリチの本当の実力を見せてやる。僕は撃てた。あの距離からターゲットと距離があることはデメリットばかりじゃない。向こうからの弾も当然当たりづらくなるし、こちらの位置だって特定されづらくなる。さらに何より安心して撃つことができる。僕の欠点も悩みも、そしてやりたいこともずっと前から分かっていたんじゃないのかい。ねえ、イック。
この番組はワーナーブラザースホームエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。生田さん、こんなところで寝ていて大丈夫ですか？おう、安心してよ。どこで寝ていてもベッドの右半分はいつも君のために残してあるから。それより何を読んでいたんです？ああ、アナライの箱が開くんだ。何の箱ですか？要するに金庫、知的財産の入った。ハロには僕がアナライ・カーン博士に指示していることは話したっけ？清香に亡命された方ですよね。科学でしたっけ？その方に学んだって。そう、僕はアナライの弟子の一人。たくさんの弟子たちの間で培われた研究成果はまずアナライの箱に入れられ、部外秘の知識にしておくってルールがあってね。ただあのじいさん、清香に亡命を認めさせる代償として軍事応用の効く技術の提供を求められたらしくて、それで清香とのバランスを取るためにそのラインナップをこちらにも伝えてきた。それはどういうことですか？ああ、つまんない話しちゃったね。ま、戦場が一つ進化するってだけの話でね、不毛もいいところだ。ああ、とうとう北域出張の時期が来たな。不妊地は総民州の駐屯地だって。大山脈の麓のど田舎だ。シナーク族の山出しどもがうろうろしているから治安は良くない。北域をバカにするのはどこのドイツだ？田舎イコール魅力がないなんて偏見もいいところだよ。特にマシュ、君はシナーク族の素晴らしさが分かっていない。へえ、イクンはシナーク族について詳しいのかい？アナライのじいさんと実地調査でシナーク族の村に行ったことがある。鉱山の地層や気候の調査が目的だったけど、僕としては現地の人たちと触れ合う方が楽しかったよ。ふん、相手は山住まいの野蛮人だろ。何がそんなに楽しかったんだよ。あえて一つ挙げるなら、女性が元気で美しい。お前年増好きじゃないか。物差しが違いすぎて参考にならない。外見だけの問題じゃないよ。あそこは極端な女系社会でね、それが独特な風習も生み出している。例えば、女だから呼ばれ、そんなのがハレンチだ。世界は広いんだよ、マシュ。ご機嫌だな、そなたら。こんなところで何を？お尋ねにならない方が。こういう場合十中八九下世話な話ですから。俺はやましいことなんか何も。下世話ってのはあれかな、例えば汗ばんだシャツがぴったり肌に張り付いてお椀型が一目で分かってしまうハロのそれとか、そういうロマンあふれる話のことかな。あった、猛省しなさい。女の前でそういう開き直りはゲスの極みよ。それで？はい、北域の件で。半年間の出張配属か。野党の相手と山岳民族の監視以外は総じて暇な部署と聞く。イワトリ、そなたにとっては退屈な慣例ではないか？いえ、望むところです。今は一つでも多くの実践の経験を積んでおきたいですから。どこかの誰かにもこのくらいの覇気を見せてもらいたいものだがな。カンナー、来たよ、来た来た。ピッカピカの士官候補生たちが。ふーん、例のほら、王女殿下を助けた人たちもいるんだって。高等士官候補生の面々、そしてその訓練部隊の兵たち、今年もよく来た。我ら北域鎮代は諸君の到来を大いに喜ぶものである。いきなり暗い話題に移るが、東域の陥落は諸君もとうに知るところだろう。清霞の野蛮な兵どもが
帝国の大地を蹂躙せんとする間際、せめて一握りの兵と共に我が身が遠い地にあれば、いずれ清華への逆襲を成し得るかどうかは、ひとえに我ら軍人の忠君と愛国の意志にかかっているのだ。軍の未来を担う諸君の愛国心が純粋にして強固なることを願う。手短ですまんが、我が輩からは以上だ。どうぞ。何の下時間だよ。皇帝陛下がすべ、我ら軍人が守る帝国に常しえの栄えあれ。乾杯。乾杯。寒暖を続けながら聞いてくれ。陣代司令長官補佐失礼、ユースクシラムトワック少佐だ。早速だが、ここでの君たちの扱いを説明する。大丈夫なのかな、あの少佐。いつ倒れてもおかしくない雰囲気だぜ。気分が多いんだろうな。いかにも中身がなさそうな上官の下で。以上だ。不明な点があればこの場で質問を。役割分担が一発で分かる。うわ、や、楽しんでるか。ええ、おかげさまで。そっちも光精霊持ちだな。交渉兵第三訓練小隊隊長の生田ソローク純です。こちらはパートナーのクス。先輩サダルーフ注意だ。これからしばらくはお前たちの指導教官になる。こっちはパートナーの光精霊キー、よろしくな。噂の騎士団に問題児が一人混じってると聞いてたが、お前のことか。あの中に混じっていると浮くから、こうして自主的に離れているわけでして。確かに騎士って面じゃないよな。あっちのハンサム君なら格好もつくんだ。いや、手厳しい。憎い。黙っていても女が寄ってくる、あのイケメンという生き物が憎い。おいおい。この時を待ちわびたぞ、イグセムの娘。何か私にご用でしょうか。とくと聞け。我が名はデインクーン・ハルグンスカ。年齢は26、階級は10位。そちらの名は百も承知。早速剣で語り合おう。決闘の申し出を受けました。サフィーダ中将、どこかに場を借り受けてもよろしいですか。ここでよろしいか。よし、ここでやれ。ただしハルグンスカ順位の剣の腕前は北域陣代で他に並ぶものはないぞ。おい、何のつもりだ。イグセムの二刀流は型一を想定した術理です。相手が一人なら一刀でこと足りる。我も低く見られたものだな。卑俗な催しだ。やとで剣を見せ物で叩くの。それは違いますね。イグセムの剣は見せ物ですよ。これはイグセムの人間がよその土地に赴任したとき恒例の茶番なのです。二刀は皇帝によって望まれ許されたイグセムの特権、腐敗の象徴です。剣の上で負けない限り軍の中でその存在が許される。だからあれは偽物なんです。帝国の秩序を重んじるイグセムの警護が腰に二刀を刺し続けるのなら、自らの最強を万人に向けて証明し続けなくてはならない。他でもない、その秩序を守るために。押されているの、ヤトリさんが。いや、確かに一刀も返してないけど、彼女の立ち位置は最初から少しも変わっていない。腐敗幻想の体現者、あれがイグセムというものです。
まさしく剛健でした。あなたと剣を交えられた幸運に感謝を。見事なりザトリシのイルセム。さすがと言うべきなのであろうか。全ての帝国の秩序を守る命を懸けて生きる。あなたがこの先も一人の皇族として健全に生きていくのだと信じて疑わないからこそ、それを忘れないように。お姫さん、どんな大きな夢を見るときでもそれだけは決して忘れないように。まあ正直お前らはいいタイミングで来たよ。うちもついこの間まではピリピリしてたんだ。東域鎮台が苦戦してたからな。増援を出せと言われるんじゃないかってね。行きたくなかったんですか。誰が望んで行きたがらない。でもまとまった数の援軍が出ていれば戦局だって変わっていたかもしれない。そういう勇ましい考え方の持ち主を北域では中央型軍人と呼んでいる。はあ。要は北域に来てもやる気を残しているやつっていうが、ここじゃそういうやつは少数派だ。それもこれも全て責任はあのアラファトラ山脈にある。え、どうして。そうか、大アラファトラは神の傷橋。帝国の歴史において外敵がこの山脈を越えて攻めてきたことは一度もない。ああ、その通りだ、レミオン順位。外敵は来なくともそこに住んでいる身内はいたように思いますが。ああ、俺たちに回ってくる仕事はつまりそれ、山岳民族シナーク族に関する危機管理ですね。そういうことだ。帝国人じゃあってもカトバーナ民族じゃない連中、彼らとの紛争レベルの小競り合いはこれまで幾度も起きてきた。ところが2年ほど前から奴らめっきり面倒を起こさなくなってな。ここ半年なんざ討伐部隊の出動それ自体が皆無ときてる。注意、この演習は何すか。3時間も同じところを行ったり来たり、何の訓練にもなれしないっすよ。その通り。これはつまり演習の名を借りた威嚇だ。こっちの戦力を見せつけ無言の圧力で平和を保つ。ん、ソローク順位、お前は何か発言しないのか。ご報告します、注意殿。ソローク順位からの伝言です。軍規違反を犯しましたので自主的に営装に入ります。違反の内容は演習中の部隊からの無許可の離脱。納得いきません。なんで私たちの兵舎に置いてある本類が全て没収されなければならないんですか。艦内等兵、それが上官に対する口の利き方か。兵卒風情が図に乗って。本など読む暇があったら走って体力をつけろ。ん、待って。慌てるところを見るとお前のか。大アラファトラフ土器、これはあの特進者アラライカーの著書ではないか。本の中身と書いた人の立場は関係ありません。貴様もう我慢ならん、歯を食いしばれ。いやいや、その本の使い方は間違ってる。誰だ貴様。通りすがりの帝国騎士です。僕の使命は世に生きる全ての女性の涙を消し去ること。帝国騎士、噂の騎士団とやらの一員か。無礼はお詫びしますよ。しかしどうしても気になることがありましてね。活版印刷の発明で本ははるかに身近なものになり、大ヒットする本だって現れた。でもまだ庶民にとっては決して安い買い物じゃない。たとえ中古でもこれだけあれば人財産だ。
そう思ったんですよね、注意殿。え、貴様何を言っている。まさか自分の小遣い稼ぎのために没収は。バカなことを、うん、ミヤカンネのバラ、ダリス一大器。いやいいチョイスだな。もう商人にも渡りはつけてあるでしょ。貴様もう何も喋る。第三王女のお気に入りというから、なるべく穏便に済ませたいと思っていたが、唐突ですが、中尉殿は虫はお好きですか。好きも何も、虫けらは虫けらだろ。でも世の中には強い毒を持つ虫だって言いますよ。予備知識なしに対応するのは危険では。何事にも同然の軍人の心構え一つで十分だ。最後に一つ、軍人魂が万能だと思っていると痛い目を見ますよ。知ったように語るな。はい、任務ご苦労、足高軍曹。彼らは日中日差しを避けて、日差しや軒下に身を寄せてることが多いんだよ。この本を読めばそのことが書いてあったのに。君のでしょこれ。ありがとうございます、順位殿。一君って呼んでくれないかな。君の名前は。北域鎮台第一連隊所属、菅野手まり一等兵です。パートナーは風精霊のタブ。よろしくお願いします。一君殿。一君殿ね、まあいいか。ねえ菅野、その本どこが一番面白かった。アルデラ教についての考察のところかな。アルデラ教についての、シナーク族の精霊信仰についてじゃなくて。あ、はい。シナーク族の精霊信仰を分析した上で、帝国のアルデラ教を対比してみると、いろいろ奇妙なところが見えてくるという話なんですけど。演習を抜け出して女を黒木に行くような輩は初めてだ。カンナ、必ずまた会おう。君と僕は同じ科学の徒だ。その本を読んでるなら僕と同じ立派なアナライの弟子だ。君は僕の妹でした。ああ、青春だな。でもあれだな、妹弟子。300日耐えてみろ、飲まず食わずでな。餓死一択じゃないか。じゃあその減らず口が叩けなくなるまでだ。なあ、何を考えてその立場にいるんだお前。 100% 成り行きなんですが。まったく変わり者とは聞いていたな。あっ、おいおい、そっちはダメだ。おい、これって七くだる、いつ始めんだ。奪われた母宿を取り戻す戦は。多分次の謝礼祭はまたね。ウテラは勝てるか、あの恐ろしい兵士の鬼子に。なあメライゼ、アテラの今の世界は半分だ。だから軍団取り返しに、取られたもう半分の世界を。帝国北域を外敵より守り続けた神の傷はし、ダイアラパトラ。帝国歴906年7月、その内側に暗雲が立ち込めつつあった。
心臓を貫いて鳥かごの青い鳥羽ばたいた背中合わせ別々の道この痛み忘れてしまうもう二度と挑戦さあ帝国男児なら潔く受けて立てい。あ、いやでも僕あまり剣は得意じゃなくて。貴様それでどうやって使えし姫君を守る所存なのか。大概にせよレインクーン純位世の騎士を目の前で愚弄するのか。第一トルウェイの得手は射撃だ。現代の戦場において失礼オーバー。いや、だからお許しをばもうよい、表を上げよ。どうか、何と将棋で戦うのはどうかしら。それならトルウェイの得意だし。それはよい、盤上の真で遠望を持って優れた軍人たるを示してはどうか。挽回の機会を与えていただき光栄の至りにあります。これで罪だよね。恐るべき男よトルウェイ・レミオン。だがこれで終わりと思うな。たった54で弱すぎだろ。邪魔だ、抜け。ソローク番組はワーナーブラザースホームエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。僕生きてる。あ、正気に戻られましたね。悪い悪い、一日勘違いしたわ。てくす、サザルフ注意め。自業自得でしょ。正気に戻ったならさっさと姫殿下のお御足から離れなさい。ん？ソローク、何か世に対して言うことはないか。そうですね、どうせ膝枕するならもっと肉付きのいい方がいいですかね。女性そなたなどそのまま死んでしまえ。さっさと復活しなさい。周りがいい迷惑よ。おお、さすがヤトリ。ヤトリさん、わざわざ生田さんのために？自分で食べるために残しておいただけよ。
奴らはいいな。補給部隊の護衛など退屈だろうな、雇い師の順位。いえ、任務の重要性はわきまえています。むしろ少佐のような高等士官が自ら同行されることに驚きました。